チャーリー・クワンは、香港出身の歌手、俳優。彼女はアメリカで、ファッションデザインを学んだ。帰国後、1986年香港で、第5回、TVB ニュースターシンギングコンテストに参加したが、入賞できなかった。その後、ファッションデザイナーとして2年間働いた。1988年、日本のマリンブルー歌謡コンテストでグランプリを獲得し、 アポロレコードと契約した。1989から1990年、シャーリー・カーンの名前で、徳永秀明の妹とのフレーズで、アポロにより、日本デビュー、間もなく、日本語のレコード、聖、グッドバイト、ボーダーレスをリリース。一方、香港でもポリグラムと契約し、1989年香港最初の、関東語アルバム、冬恋をリリースした。 また日本、台湾でもアルバムを発表した。しかしヒットには至らず、日本からは撤退。香港に戻った後は、実力派歌手として根強い人気を築き上げている。1994から1995年、シャーリー・クアンの名前で、アジア人並みとのフレーズでサイド日本で活動する。間もなく、関東語、アルバム、ドリーミング式と、オールタイム・フェイバリーをリリース。 アポロンレコード、日本語のスタジオアルバム、日本語のシングル LP カセットユニバーサルミュージックアルバムすぐ来ること。ありがとうございます。